公安源氏論議は1280年に源の具権によって表された源氏物語の注釈書である。単に源氏論議と呼ばれることもある。本書は公安3年10月5日夜に東宮の前で行われた源氏物語の難儀16代の論議問答の記録という形をとっている討論形態の注釈書であり、討論形態の注釈書の中では 最古のものであるとされている。この論議問答には、左方及び右方に分かれて、計8名が参加し、一人2台ずつの論題を扱ったとされている。実際に、このような論議問答がこの時行われたのか、また行われたとして、実際の議論の内容が、どの程度本書に反映されているのかは不明である。もともと、論議とは、教説、問答あるいは論説を意味する。 サンスクリット語に由来する言葉で、仏教においては、仏典の解釈のために行われる議論のことを意味し、十二仏教の一つとして、仏だあるいは、仏弟子たちが教えについて論議し、問答によって理を明らかにしたものを指したり、経典の注釈書の表題としても用いられる。本書も、そのような仏典の解釈のために行われた議論を模した形で、 源氏物語の解釈についての議論を行うものになっている。夕食古日、準拠、引き歌などを内容としているものが多く、出典宣令を重視した当時の学問の傾向を反映していると見られる。などの記述がある。前半は至って忠実な論議記録になっているが、後半に行くほどパロディ的な要素の多く含まれている疑文になっている。もともと東宮に献上された。 中書本とさらにそれを整理して取りまとめた第二次本とが存在するとされるが、現存するのはすべて第二次本の系統である。漢文元年版や漢文八年版の版本はあるが、文書類重書集の版本がルフ本と言える。この他に古い時期の写本もいくつかあり、旧条下本が源氏物語体制資料編で本告されている。ありがとうございます。